こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2021年の9月18日を2時間ほど過ぎてしまいましたけども、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 261.1円と、はい、相変わらずねちょっといまいちですよね。はい、こちら15分足のチャートですけど、一旦267円まで行ってまた落ちてきてるんですけど、これは午後から見えてる感じですね。ただ平均線を見るとちょっと右上を向いてきてるのでどうかなと。はい、これ4時間です。4時間で9月10日ぐらいから見えてるんですけど、これだと反転してるとは言えないですね。でもうちょっと伸ばしてみて、7月の終わりから、これは非常に大きいスケールですけど、150円からガーッと上がって330円ほどまで行って、今落ちてきて、トレンドはねもう下がりっぱなしで、まだね全然反転した感じには見えないですね。ただまあここで止まってるのが救いということで、260円から250円ぐらい、まあ250円までは落ちてきてないですね。260円台あるいは255円ぐらいで止まってるということですけど、ここがねここでこらえてくれるかどうかですね。もうねスマホの実装も始まったので、はい、セルザーファクトということで、まあ、売られてそのまましばらく行くんでしょうかと。他のチャートも見てみましょう。はい、他はですねこれ今1週間で見てるんですけど、少しずつ上がってきてるんですね。はい、5日間あるいは1週間ぐらいかけてじわじわ上がってきてるんだけど、体のはね、まあ、その前に一旦バーンと体の1人で上がったので、それがまあ戻してるだけという見方もできますけど、ちょっとね残念な形。はい、早くねもう一回一人だけ上がってきてほしいなと思います。ではツイッターの方見ていきたいと思います。はい、カイジさん、はっきり言って今後カルダノが無敵と言われる理由と、これは勝手には意外言ってます。クニさんのリツイートですね。 IOHK ブログヒドラ情報、究極のレイヤー2スケーラビリティソリューションと、理論上無限のスケーラビリティの実現もあるよと。レイテンシートランザクション確認時間が20秒1秒未満になっていくことが可能と、プルオブコンセプトとして実装済み、はい、カルダノサミットでこれが説明がありますよということですね。はい、こちら IOHK のホームページですね。ヒドラ、究極のレイヤー2スケーラビリティを実現するカルダノのソリューション、拡張性はカルダノ開発ロードマップに組み込まれており、その結果拡張性は高い、ヒドラを入力してください。はい、最初のイントロだけ読んでみようかなと思います。アロンゾのアップグレードにより、体の上にスマートコントラクト、分散アプリケーション、ダップスなどのアプリケーションを作成できます。アロンゾは体の旅の重要なマイルストーンであり、ベースレベルのスクリプト機能を導入し、さらなるイノベーションとネットワーク開発を可能にします。またブロックチェーンに基づくトランザクションとトークンを創造性、金融包摂、分散型開発の動的な合流に変換するプロセスを開始します。アロンゾが可能にした新鮮な開発の中で最もエキサイティングなものの中には、既存のレイヤー1ブロックチェーンの上に新しいプロトコルを重ね合わせるカルダノのスケーラビリティをさらに向上させるための重要なレイヤー2ソリューションであるヒドラがありますと。はい、ちょっと中身は難しいのでちょっと飛ばして結論の方ですね。柔軟性が拡張性と成長の鍵と、ヒドラの包括的なコンセプトはスマートコントラクトをサポートできる第3世代の UTXO ベースのブロックチェーンであるカルダノに適した先駆的なレイヤー2スケーラビリティソリューションの提供です。ヒドラはスループットを向上させ、セキュリティを維持しながらコストを削減します。ヒドラはユーザーの摩擦を最小限に抑えながらメインチェーンの機能を複製しますが、それでもレイヤー2に異なる手数料、コスト構造とタイミング制約を持つ柔軟性を加味します。エコシステムが成功すれば、全てのユーザーのニーズのバランスが取られます。このエコシステムは、個々の消費者、企業、専門家及びダップスとその開発者の増加リストのニーズに応えることを望んでいます。アロンゾハードフォークにより、カルダノはスマートコントラクトプラットフォームとして新しい旅を始め、ヒドラのような技術を可能にし、カルダノのスケーラビリティを劇的に向上させ、採用をさらに進めますということですね。はい、まあ、場所時代の、まあ、メインですよねこれってね。でこの最後に書いてあるカルダノサミットではヒドラの進捗状況、その将来の目標については詳しくお話します。必ずご参加ください。まだこのビデオ説明書をチェックアウトしたいかもしれませんということで、このビデオが、なかなかいいんですよ。はい、いつものこの方が出てきて、カルダノレイヤー2ソリューションということで出てくるんですけど、はい、ここら辺からの動画ですね。このなんていうの、 CG っていうんですか、今まで二次元でね、この、なんていうんだろう、その頭がいっぱいある動物の
動物っていうのもおかしいけど、この動物の絵がね、今まで去年ぐらいまでずっとその絵でね説明されてきましたよね。蛇みたいなやつとか、なんか頭がいっぱいあるなんかこの恐竜みたいなやつで、すごいこれかっこいいです。今ここに頭出てますけど、おそらくこれがね、しばらく使われていくんじゃないかなと思いますね、この動画。まあ、怖いですけどね、はい。まあでもそれくらい強烈なインパクトを与える技術なんだろうなという感じですよね。はい。はい、テレグラムかな、ゆたさんの、ヒドラ、今の話に関するちょっと要約ですね。ゆたさんなりのまとめがあるのでちょっと見てみます。 IOG ブラグヒドラ解説、理論上無限のスケーラビリティ、ヒドラの中に仮想ヒドラを、まあ、ハイドラっていうのかな、サミットまでにテストモードもやっていきますと。同型のステートチャンネルの威力、無料1ラブレスレベルの手数料、1秒未満の処理、無限のトランザクションパーセコンドということですね。はい、で問題点の会計通策がありますね。問題点、カルダノではトランザクションは SPO の合意作業が必要で、その仕事などに報いるためたくさん取引を送る攻撃を回避するため、ストレージの問題もあるため手数料が必要と。解決策、ヒドラ、同型なのでスマホン NFT も利用可能、ステートチャンネルという独自の手法でオフチェーンでトランザクションを処理したメインチェーンに戻す、処理しメインチェーンに戻す効率的かつ安全な方法により、スループット最大化、1秒あたり処理数、遅延最小化20秒から1秒未満へ、で、無料コスト1ラブレスレベルへ、ストレージ要件の大幅削減を実現すると。まあ、1ラブレスって100万分の1エイダですよね。はい、だからだいぶ小さいよという話です。進捗と今後、サミットまでに開発者がテスト実行できるようになるウォレット対応などはまだ、短期的にはノードごとの複数のヘッド、これがさっきのあの恐竜みたいなやつの複数のヘッドのイメージですよね。サポート、永続性ヘッドプロトコル拡張なども開発していく。6から12月では開発者コミュニティからのフィードバック次第が、だが同型同型性を生かしヒドラの中に仮想ヒドラを生み出すことによる仮想ヘッドヒドラ、理論上の無限スケーラビリティが得られる可能性と。はい、結局よくわかんないんですけど、でもねちょっとヒドラのこの頭、ですね、そのまあそのプログラムの話とかをこうやってちょっとねイメージを、分からせてくれるのは非常にありがたいなと思いますよね。はい、もう一個ゆうたさんから出てますね。カルダノサミット2021年前夜祭 in 日本、オンラインのですけど、9月25日の夜18時から IOG の宮崎さん、ウォーリーさんもお呼びしますと。サミットの見どころ、カルダノのこれまでプラスこれから、サミット直前で公開、言及されている範囲内バージョン、用語解説、DAPSたちの解説ということですね。はい、はい、もう一個ゆうたさんから、第7回東半球ミートアップ土曜18時からと、これ確か木曜日の夜9時だったんですけど、何か東半球の、まあ、いろんな方たちが集まるので土曜日の18時に変えようということで今回から18時になったんですね。スマホに実装されたけどアプリはまだ少ないと、どのアプリをサポートするか私たちが語りそうで決めますということですね。はい、で私も出て、ここちょっと見たら私の名前も書いてくれてあるんだけど、カタリストを、ね、盛り上げようということで、まあ、なぜかっていうのを、まあ、今回のハードフォークと絡めて喋ってたんですけど、あのやっぱりね、あのスマートコントラクトは、できるようになって、もうイーサリアムよりね、まあ、スペック的にはもう上っていう認識は、まあ、みんなも持ってるのと一緒なんだけど、ただね、じゃあ誰が実装させるのという話で、それがねなかなか追いつかないとダメなんだということですよね。でそれを、まあ、早めるためにね、カタリストでどんどんあのいい開発企業を支援して、そこにお金が行くようにとか、まあ、いろんなリソースが行くようにしていかないと、いつまでたってもね、ソリディティでイーサリアムを開発してる人たちがこっちを振り向いてくれないということでしたのでね、はい、ぜひカタリストに、参加なり投票なりねしていただけるといいかなと思いました。では、値段の方に行きたいと思います。はい、260.47 円ですね。はい、14012.9×260.47 で元本が10万円ですので、計算しますと354万9940円のプラスということになりまして。はい、
3549.9% のプラスになりました。今日もありがとうございます。失礼します。